皆さんこんこにちは三曜日です中学入試問題算数に特化していつも解説しております今日はこのような問題です平行四辺形 ABCD の内部に点 P があり AD と PQ は平行です三角形 APB 三角形 BPC 三角形 DPA の面積がそれぞれ9平方センチメートル、16平方センチメートル、8平方センチメートルであるとき、三角形 DPQ の面積は何平方センチメートルですかという問題を解説していきたいと思います。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。というわけで解説始めていくんですけれども、まず予備知識がいります。今回も。 えー、この手のタイプの問題結構解説しておりますので、ぜひ過去の動画もご覧になってみてください。それではやっていきます。まず点 P の位置なんですけれども、はい。この点 P の位置がどこの場所にあったとしても、あることが成り立ってます。それは何かはい。このように点 P の位置をずらしたとしても、あることとは一体何かっていうと、向かい合う面積の合計が、 ちょうど平行四辺形の面積の二分の一、半分になるっていうことが成り立ってます。この面積と、この面積とか、まあこちらもそうですね。この面積と、この面積とか、もちろんこちらでも OK です。これが平行四辺形の面積の二分の一であるということが常に成り立ってます。それ一体なぜかというと、はい、これと同じ平行線を引いて、横と同じ平行線を引けば、 えっと、すべて平行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 なので、平行四辺形がここに4つあります。平行四辺形に対角線を引いた状態であれば、面積が同じであり、同じであり、同じであり、同じであるためですね。すると、黒の面積は丸四角三角×。白の面積も丸、丸四角三角×になるので、2分の1と言えますよね。だから、この点 P の位置がどこであったとしても、 平行に線を引けば、平行四辺形ができるので全、すべて二分の一になると。っていうことを知っておいた方がいいでしょう。すると、この問題、見た瞬間、8と16、こういうとこですね。8と16が、この平行四辺形の二分の一であると。面積の二分の一であると。はい、その二分の一の面積は8、8たす16が24。はい、こちら合わせて24なので、 この三角形とこの三角形も24になるはずですよね。だから三角形 PCD。はい、PCD の面積は24-9で、はいあ、足したら24ですから、えー、15と。はい、ということが分かります。はい、書いておきます。この面積が今、15平方センチメートルと分かりました。 はい。確かめてみると15、15たす9の24、8たす16の24が一致しています。はい。あとは、この赤い部分の面積を求めるということなんですけれど、まだ使ってない条件ありましたよね。はい。使ってない条件は何か ?AD と PQ が平行であることです。はい。これを使っていかないと問題が解けません。はい。で、今回、この面積が15なんですけれども、ここの形に注目ですね。 上の三角形と下の三角形がありますが、これ結論から言うと、ここの辺の比が分かったら勝ちなんですよね。ここの辺の比が分かれば、そのままそれが面積の比になる。これは一体どういうことかというと、今ちょっと傾けますけど、こういう形ですよね。例えば、ここの目、ここの辺の比が2対3であれば、面積の比も2対3であります。これなぜか。 これを底辺とすれば、底辺比が2対3。これ高さ同じですよね。高さに違いはないんですよ。左と右。だ底辺の比がそのまま面積の比になると。だ三角形の面積の公式は底辺×高さ ÷2。底辺×高さ ÷2。高さ ÷2 の部分一緒ですよね。だ底辺の比がそのまま面積の比になると。これがこう向いた感じですね。底辺の比がそのまま面積の比になると。 はい。だから、ここの比が欲しいと。はい。で、ここの比に関しては、実は、すぐ出せます。さあ、見えてる方、見えてるんじゃないでしょうか。はい。ここの底辺の比は、ズバリ、1対2です。さあ、どこから引っ張ってくるかというと、ここです。8と16です。8と16って1対2ですよね。 先ほど、底辺の比が2対3で、面積比も2対3になる理由は何かっていうと、高さが等しいからですよね。じゃあ、この上の三角形と下の三角形どうでしょう底辺 AD と BC とすれば、AD と BC って同じですよね。つまり、底辺の比が等しいにも関わらず、面積が違う。それはなぜか、高さが違うからですよね。底辺の比が1対、 1> 1じゃあ高さの比は何対何か分かりませんが面積の比は1対2ですよねだから高さの比が1対2というわけです書いていきますね高さの比が、まあ、この辺でしょうかねここの高さの比が1対2になりますはい高さの比が1対2ならばここの平行線の時はここも1対2になりますはいこれも一体なぜかっていうのを説明しておきます はい。今、高さの比が1対2と分かりました。はい。高さの比が1対2と分かりました。その時、これはまあ高さじゃないですよね。斜めなんですからね。で、この斜め線、この辺にありますけど、これを平行移動してここまで持ってくると。その時に、この三角形とこの三角形、相似ですよね。2対3の相似ですから、こちらも2対3になるはずです。 2対3になるということは3-2でこちらが1になると。つまりこれ何が言えるかっていうと、一旦どこかの幅が1対2って決まったら、どんな斜め線引いてもこれ1対2なんですよね。なぜかっていうとスライドしてきたら2対3の掃除が常にできるからですよね。だからどの場所にあったとしても平行っていうこの平行線であれば必ずこの2対1と2対1が一致します。 はい。だから、一旦1対2の幅が決まったときに、この斜め線に関しては、えっと、同じ幅であると。だから、1対2ならば、ここも1対2であると。はい。ということが言えるわけですね。ということは、面積比も1対2であると。はい。ということがわかるわけです。つまり、30イコール、はい。今、15と分かってますので、10イコール、 15÷3 で、はい、5平方センチメートルと。はい、ということがわかるわけですね。はい、入手でよく出る平行四辺形や長方形のですね、えー、内部に点を取って、えー、四隅に線を引いたときに4つの三角形ができます。そのときに向かい合う三角形の合計が、ちょうど平行四辺形の面積の2分の1であるっていうことは、絶対に知っておきましょう。で、それを利用した問題ですよね。 だから、パッと見たときに、あ、24でこっちも24だ。で、そのときに、あ、これが高さの等しい三角形だから底辺比を求めればいいんだっていうところに気がつくかどうかっていうことになります。今回は BC と AD が同じ底辺とするんであれば、高さの違いが面積の違いになる。面積比が今1対2だから、高さが1対2になってるはずだと。 ここの幅が1対2ならば平行線に対してはいつでも1対2が成り立ちます。はい。というわけで1対2なので面積比も1対2。なぜか。これは高さが等しいからですね。はい。というわけで今回が5平方センチメートルというふうに求まるわけです。はい。で、いかがだったでしょうかこのやり方が良ければチャンネル登録、高評価、えー、コメントいただけると幸いです。また、3予備 LINE 公式アカウントもやっていますのでぜひ覗いてみてください。本日は以上になります。ありがとうございました。